んにちは、つむじ風でございます。今日はですね、ランタンご紹介です。タイニースパークさんからの商品提供になります。ぱっと見ね、ガスランタンと思いきや、LED 充電式のね、LED ランタンになります。こちらの方ね、ボディ缶で、ランプカバーがプラスチック、主要な材料、これはポリエチレン、ということで、あの主要材料がですね、リサイクル商品等でね、構成されているという、地球に優しい商品でございます。LED ということでね、まあ、あのスイッチオン、あともう無段階で調整ということです。明るさの方がね、最初6から160ルーメンで、満充電でね、9時間から200時間という、そういうカタログ値、そういうことになってますということです。で、容量ですね、電池容量がこの緑、表示でね、 100%、 15% から 100%、残ってますということで、これが赤になりますとね、15% 以下で、さらに赤の点滅に変わりますと、5% 以下ということで、まあ即充電ですね。で、充電の方がね、 USB ケーブルがですね、こちらの方が付属しています。約1メーターかな。で、この形状がね、これ差し口がこれなんでね、タイプ A とかタイプ B、タイプ C な、いわゆるね、汎用品だとね、いいんですけど、まあこれ専用なんで、もしこいつなくした場合はちょっと充電困りますといったところで、ちょっとマイナスポイントですかね。まあ耐久性としては、まあ、この差し口の方がね、USB ちっこいのよりかは耐久性はあるとは思いますが、なんでね、こういったもんね、この中にね、収納できるようにとかね、なくさないように、この蓋ポコッと開いたり開くようにね、なってればいいんですけど、これはもう接着止めでされてますんで外れません。大きさの方がね、120の約250ですね。こういったクラフト紙のね、入れケースがね、用意されてますということです。それで、まあ大体がね、まあアウトドア用ですが、普段使いとしてね、お家の方でもね、ベッドサイドとか、まあ最近ちょうどね、台風時期なんでね、停電とありますんで、まあ常時ね、どっか机の上にでもね、置いとかれたら即間に合うという。まあ、これ自体ね、結構そのちょっといっぱいやるのとかね、雰囲気ありますんでね、まあ私の場合そんな感じで、テーブルトッピングも置いて、ちょっといっぱいやってます。それとかね、バイクちょっと眺めるのにね、これで雰囲気、出ますんで、そんな感じで、まあ常時そういう感じで常時ね、まあ、たまにアウトドアという、ことでいかがでしょうか。まあ、ただちょっとね、私的に残念なところはですね、まあ、この USB が、差し口がこのね、タイプ ABC じゃないというところと、それとこの吊り下げのね、金具等がね、ついてないとこでしょうかね。まあテーブルオンすればいいんですけどね、まあ例えばちょっと吊り下げたい場合だってあるじゃないですか。そういう時ね、ちょっとまあそういうね、
まあ、ここ穴開けてね、あのこう針金曲げてね、引っ掛けるようにすればね、まあいいんですけどね、まあ、これプラスチックなんですぐそういった加工はできると思いますが、まあ そうでもしないとこう引っ掛けられないんでね、まあいずれ多分そうするとは思います。まあ、ただ置くだけではね、もう限られるんでね、そのセットする位置が、やっぱりハングアップしたいとかね、そういう使い方も、したい時もありますんで、場所によったらね、木のとこにこう吊り下げてとかね、そんな感じで、まあ明るさ的にはね十分、この暖色系で落ち着いたオレンジになるんかな、暖色系なんで、癒される色でございます。まあ、気になる方もしいらっしゃれば、下記にねリンクの方貼っときますんでよろしくです。まあAmazon の方もろもろね説明とありますんで、まあご覧くださいませ。ということで、本日は充電式の LED ランタンご紹介でございました。ではでは。